はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は運動皆様、やっていこうと思います。ということで行きましょう。スタート。猿取りますかね。カニ賞金稼ぎ、光る小石。カニはね、やってみたい。やってみたいから取っておくけど、なんかね、序盤にカニ取った時で最後までいけた試しが今までないんで、ちょっとね、ダメかなというような、気もするんだけど、一回ぐらいはね、やっぱカニで大成功とか、してみたいよね。まあ、信者の、大爆発は収められたので、まあ、カニでもね、あんだけの、活躍をね、してくれたらいいんだけどな、とか思ってるんだよね。まあ、スモールシンボルボム壊しますか。これはなんか猫がよく来るから、猫取ってみましょうか。猿と猫多めで、行ってみましょう。まあ、何かね、強化アイテムが取れればいいんだけど、そうでなければただの1コインなので、まあ、このまま行くとね、ちょっとまずいなというような、感じですかね。ネズミ取っとくか。あ、っていうかもう取ってたわ。ちょっと話してたらネズミすでに取ってたのに取っちゃった。まあ、ネズミは1匹でもいいかなというような気もするんですが、お、猿がバナナ食った。オッケー、50支払う。6スピン後に100ですね。ちょっと雨増やしてみますか。あ、これは墓嵐欲しい。まあ、雨はね、ちょっと花を強化してくれるので、強化してもらいながらっていう感じですかね。あ、これはチーズ取りましょう。ネズミに食べさせたいですね。2匹目のカニか。バナナの方が、金策としては良い気もするんだけど、まあ、カニ取ってみましょうか。お、一応カニがね、同じ列に来たので、成功ではありますね。クラブはクラブでもカニのクラブが欲しい。除去カプセル取りましょう。ほい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 。これはまあ猿の餌バナナ取りますかね。皮が残っちゃうので泥棒とか欲しいなというようなところはあるんだけど、今んとこは来ない。来てない。オッケー。チーズをね、共有してくれるとかなりでかいんだよね。シェアチーズは嬉しい。次は6スピン後に150ですね。ひよこうさぎの毛破壊のまじない。まあこれちょっとうさぎでレアリティ上げていくか。うさぎ取る。そうだね。まあ肥料取ってみましょうか。肥料取ってみて、種ね、来たらちょっと育ててみてもいいかなみたいな、とこですかね。まあ花が出てもね、それはそれで、強化できてる、強化できる要素があるのでいいかなというところで、これはまあバフカプセルでも取っておきましょう。ほい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 。幸福退屈のまじない、金魚か。バブルまだ残ってるから、一旦金魚取ってみよっか。まあ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 、関係なかったけど、猿増やすかどうかだな。猿の強化が来ればね、猿多くてもいいんだけど、今回はちょっとやめとくか。まあ、2匹いればとりあえず十分な気もするので、スキップしましょう。はい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 。ミルクからす卵、まあ、ミルク猫に飲ませましょうかね。猫多めに、用意してあるので飲んでくれるでしょう。そして150支払う。7スピン後225ですね。エッセンスは、まあ、人参にしようかな。あ、雨がいっぱい来るね、今回。お、そしてビッグシンボルボムもあるが、そうね、肥料も取ったし、ジョウロを取ってみてもいいような気もするな。種が、来るかどうかで言うとまだ来てないけど、まあ、ちょっと肥料上路で行ってみよっか。種来ないね。まあスキップ。ハート虚空のクリーチャーパール。まあ、虚空のクリーチャー取っておきますか。で、ちょっと、除去していきましょうかね。この中でだったら、コインと、パールは消しておきましょう。ほい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 。バブル猿、貯蔵のまじない。まあ、バブル取っておきますか。金魚が割ってくれてもよし、勝手に割れてもよしと。お、チーズは、ネズミの餌で取りましょう。またシェアしてくれたら嬉しいんだけどね。あ、泥棒来ましたね。あ、種あったのに。
まあでも泥棒は泥棒でね、バナナを消してくれるので悪くはないかなというね。あ、しまった、コイン消しちゃった時に限って海賊が、来ると、まあ海賊いればね、箱が、タダで開くので、まあコイン消しちゃった後でも取るのは悪くないかなということですね。ココナッツか。あ、ミダスのまじないいいんじゃない今回。海賊がいるので、ミダスのまじない取ってみましょう。あ、紐付きコインが。いやー、まあでも海賊鍛えるのは別に箱でもできるから、まあ紐付きコインで、小遣い稼ぎの方がいいかな。どうだろう、微妙なとこだな。まあでもありっちゃあり。紐付きコイン取りましょうか。まあね、ミダスがコイン出すのに全然海賊に触れ合わないみたいなこともあり得るので、まあそういう意味ではね、紐付きコインで着実に回収するっていうのも悪くないかなというとこですね。で、オレンジ海賊に食わせてもよかったんだけど、まあミダスでね、コインどんどん巻いてくれるのもそれはそれでありかなということで今取ってみましたよという感じですね。忍者か。まあ忍者ちょっと今回いらんかな。バブル取っておきましょう。はい、ネズミがチーズ食う。さあ、3スピン後に300。まだなんとかなりそうかな。怒りも海賊の餌になるんだよな。確か。そうだね。まあ、ただ、ココナッツ猿に食わせとくのもなくはないのかな。どうだろう。そして、ウサギとかもいるけど、どうしようかな。これ、一旦ココナッツ取ろうか。一旦というか、まあココナッツなら盤上に残んないから邪魔にならないよねっていう意味で、取ってみましょう。はい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 。バブル消える、罰も消える。ルビー幸運クラゲ、まあこれだったら幸運取って、次ねレアが来るようにしてみましょう。お、ミダスミダス、オッケー、コイン食った。紐付きがあるにもかかわらずコイン食う。そしてコイン足りない。はい、まあ、ちょっとね、なんか、取りたいものサクサク取りながら進めてたら、支払い期限に気づかずやられちゃうパターンですね。これでね、300でやられちゃうのがね、結構あるんだよね。今回もね、なんか、調子よく喋っていたら気づいたらっていう感じでしたね。まあ、ただ、肥料とか上路とか取ってるにもかかわらず、種がね、取れなかった。まあ、取れるタイミング一回あったけど、まあ、他に欲しいものあったんで取っちゃったみたいなのもあったので、まあ、ちょっと、うまくいかなかったなという感じですかね。そっか、まあ、海賊ミダスが、いい感じに取れたのもいいんだけど、まあ、紐付きコインね、つい取っちゃってる部分もあるし、まあ、いろいろと、うまくいかなかったなというとこですかね。やっぱ序盤の金策何かしらね、食べて消費してくれるやつもうちょっと取った方がいいのかもしれないなという感じですね。はい、というわけで今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。